と思いますあの先ほど文科大臣は、調査に至るプロセスについて、えー、基準などを明確にするために、有識者らによる、えー、専門家会議を設けると、これ、メンバーはどういう方ですか長岡文部科学大臣。お答えいたします。 10月25日に開催予定の宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議が、これは宗教法人審議会の委員をメンバーとする予定でございます辻元清美さん。そうしますと、この審議会のメンバーが基準も決めて審議もするということですか。 はい、長岡文部科学大臣。 宗教法人法では、報告徴収、質問権を行使いたしますにあたって、あらかじめ宗教法人審議会に諮問をいたしまして、でそのお意見を聞かなければならないことになっております。旧統一教会に対して報告を求めまして、または質問をする内容は、文化庁事務方で、原案を作成をした上えで、宗教法人審議会において、ご議論をいただく予定になっております。 辻元清美さんあの弁護士連絡会、ここが一番被害をご存じなんですね、過去の裁判の判例もよくご存じなんですよ、文科省としては、専門家によると書いてありますが、何らかのやはり、このメンバーの人たち、委員に入ってもらった方がいいと思うんですが、いかがでしょうか長岡文部科学大臣。 えまあ,あ,のあらかじめですね、諮問をして、その意見を聞かなければならないわけでございますので、まずあの速やかに権限を行使できるように、宗教法人審議会の委員をまあ会議のメンバーとしたところでございます辻本清美さんあの。この週務課で質問は作るんですか。 よろしいですか。長岡文部科学大臣。その通りでございます。辻本清美さん。何人いますか。長岡文部科学大臣。あ、はい。はい。はい、えー。先ほど、八人と申し上げました。辻本清美さん。一人でできますか。 長岡文部科学大臣。行ってきます。辻本清美さん。はい。じゃあ追加です。頑張ってやります。<laughs> 辻本清美さん。申し訳ないけど、あれですね。文化庁は、えー、春には京都に移転する。移転はされて京都でやるんですか。長岡文部科学大臣。 確かにあの文化庁は三月からまあ五月にかけまして京都に移転ということにはなっております。文化庁もその範囲に入っておりますけれども、しかしながらやはりあの出張がありますのでしっかりとやらせていただくとともにまたですねあのネットでの双方向での議論もできます。そして何よりもやはりあの全部があの 文化庁引っ越しということではございますが、必要に応じて、しっかりと連携取りながら、この仕事をさせていただきたいと思っております辻元清美さん。認識甘いと思います。総理、政権の命運かかってますよ、これ。総理ね、文科省だけではなく、法務省とか警察とかの、やっぱりしっかりしたですね対策チームを作って、どういう質問するか、物事をどう進めるか。 合同チームを政府として、全体として、きちっと作るべきだと思います、いかがですか岸田内閣総理大臣。おっしゃるとおりで、政府全体として、どのような質問を行うのかどうし、どういった対応を行うのか、これはしっかり詰めなければならないと思います。政府全体として、総力を挙げて、質問内容等を練り上げていく。 その過程においておっしゃるような弁護士をはじめとする専門家の意見も政府として組み上げていくことは重要であると認識をいたします辻本清美さん私ね総理も一度ですねこの弁護士連絡会の方からヒアリングされた方がいいと思います相当深刻で今も十二の裁判やってますいかがでしょうか総理岸田内閣総理大臣 様々な、えー、と組織議論の場の意見を聞かせていくことは重要だと思いますただ現実どのようにそうした意見や議論のありようを組み上げていくのかこれは具体的に考えなければなりませんご指摘の団体をはじめ多くの団体の皆さんから このお話を聞いてもらいたい、こういった話は聞いております、できるだけ幅広くそうした意見を吸収できるように、工夫をしていきたいと思います辻元清美さん。吸収できるというのは、直接お聞きになるということですか岸田内閣総理大臣。どの団体から直接おき、一応、話を聞くのか。 どの団体からどういった形でご意見を組み上げるのか、これを具体的に考えていきたい、このように申し上げております辻本清美さん。私ね、やっぱり被害者のことを馬鹿ごとにする、それが総理の使命だと思います。でね、申し訳ないんですけど、なんか何聞いても人とごとのようにどうしても聞こえちゃうんです。やっぱりそれはね、私もそうでした。被害者から実態を聞いて 弁護士さんから聞いて、やっぱり私たち政治家は、当事者から話を聞かないと、魂が入らないんですよ、被害者と弁護士連絡会、早急に会ってください岸田内閣総理大臣。えー、被害者の方々も、本当にさまざまな形で、えー、苦しんでおられます、弁護士の方々もそれぞれの立場でご努力いただいています。 その中でどなたの話を聞かせていただくのことが適切なのか、しっかりと判断をしていきたいと思っています辻元清美さん。ここまできたら、ここで表明された方がいいですよ、会いましょうと。岸田内閣総理大臣具体的にはあの、政府として判断をいたします。 ただ基本的に被害者の方あるいは弁護士としてご苦労されている方々の話を聞く意見を吸収するこのことが大事だということは全く依存はありません辻本清美さんあのね総理ねやっぱり皆さんそうですけれども現場に行って災害の時でもそこで苦しい思いしている人の話を聞いたら全然違いますよ私本当に申し訳ないんですけど人ごと総理に見える やっぱりここは決断した方がいいですよどうですか、最後のチャンスです <laughs> 岸田内閣総理大臣。え最後のチャンスとおっしゃいましたが、私は話を聞かないと申し上げているわけではありません。聞かせていただくにあたって、どなたの話を聞くのか、えー、そうするとどうしてこの方の話は聞かないのか、当然、その連鎖が生じる、これが現実であります。えー、どういった形で 話を聞かせていただくのか意見を組み上げさせていただくのかこれをしっかりと精査したいこのように申し上げている次第であります辻元清美さん文科大臣にお聞きします資金の流れも調査の項目ですね長岡文部科学大臣 これも審議会の、法務審議会のです、ね、意見を聞いた上で、質問ということになろうかと思いますけれども、しかし、それは大変重要なことかと思っております辻元清美さん。今までですね、この旧統一教会の財務状況や資産などについて、文科省はどのような報告を受けてきましたか。長岡文部科学大臣 宗教法人法にのっとりまして、毎年一度、報告をいただいている書類の中に入っていると思っております辻元清美さん。どのような、えー、書類を提出してもらってますか、財務関係だけで結構です。長岡文部科学大臣 どのような書類が提供されているかということでございますが、これはあの宗教法人法の第25条に基づきまして、宗教法人はまあ役員名簿、それからの財産目録及び収支計算書、並びに貸借対象表を作成している場合には、貸借対象表、それからあとは境内建物に関します書類、それから 公益,法公益事業以外の事業を行う場合には、その事業に関する書類を毎年1回です、ね、これは所轄庁に提出することとされておりまして、これは旧統一協会からもこれらの書類が提出をされているところでございます辻本清美さん。今まではどのような毎年、チェック体制でこの経理や財務見てきましたか。 長岡文部科学大臣はい提供された資料をどのようにチェックをしているかということでございます宗教法人法は信教の自由とそれから宗教分離の原則を基本といたしておりまして宗教団体に法人格を与えそして自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的としております 宗教法人法の規制ですとか、取り締まりを目的としてはおりません。平成7年の宗教法人法の改正によりまして、各宗教法人から事務所備え付け書類が所轄庁に毎年提出されることになっております。先ほど申し上げました、所轄庁は提出された書類に基づきまして、各宗教法人が活動、 をですね、の確認しっかり活動しているかという確認をしているところでございます辻本清美さん。この出された財産目録収支計算書、貸借対象表などは、チェックはしてなかった、預かってただけということですか。長岡文部科学大臣 預かっていたというだけではなくて、えー、しっかりチェックをしまして、えー、そこの宗教法人があ本当にあの動いているか、活動しているかということを、えー、拝見するということでございました辻元清美さん。今までは問題は一切見つからなかったとといううことでしょうか長岡文部科学大臣。はいそのとおりでございます。 辻元清美さん高額献金とか、きちんとどのように報告されてきたのか、総理ね、私、今までの分も含めてですね、今回、質問報告権使うわけですから、お金の流れもきちんと専門家を入れて、チェックするべきだと思いますけど、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。あの宗教法人法。 えー、見ますと、第78条の2、えーっと、当該宗教法人の業務または事業の管理、運営に関する事項に関しと、うんぬと書いてあります、えー、こうしたことについて質問させることができる、えー、この範囲内で、えー、ご指摘の点も踏まえて、最大限実態が分かるような質問を用意する必要があると考えます。 辻元清美さん文科大臣にお聞きします、この専門家会議、まあ、来週25日と言われています、相談するとで、省内で質問などを作る会議がありますね、宗務課で、それと宗教法人審議会での審議、これらをしっかり議事録を残すということでいいですか。 長岡文部科学大臣報告徴収質問権を行使する際の基本的な考え方や基準を議論をします、宗教、これ、正式な名称でございますが、宗教法人制度の運用等に関する調査・研究・協力会議と申しますが、それの議事録の作成など、 議議議事のの取扱いいいにににつつきまましててはここ会会同お決めいただくことになります宗教法人審議会の議事録については、行政処分および審査請求に関する審議を除きまして、原則として公開とすることとされておりますが、報告聴取質問権に関する審議の取り扱いにつきましては、今後、検討する必要があると考えております。 また、旧統一教会の質問内容に関します、省内検討資料につきましては、公文書でありますが、法人の非公知の事実に関する情報を含みますので、行政の意思、形成、過程における文書であることから、開示することは控えたいと考えております辻元清美さん。あの私はですね、信教の自由は大事だと思うしですね。 それから戦後の弾圧の歴史もありました。ですから、この憲法下で,です、ね、しっかり守らなきゃいけない価値だと思うんです。ですから変に政治が介入したりっていうのはおかしいと思う。しかし、今回の事案はちょっと違うんじゃないですか。そして今まで審議会は、しっかりと議事録などを公開してきた。今回こそ公開すべきじゃないですか。 長岡文部科学大臣ただいま申し上げましたように、宗教法人審議会の議事録につきましては、行政処分および審査請求に関する審議を除きまして、原則的に公開とすることとされておりますが、 え報告徴収、質問権に関する審議の取り扱いにつきましては、今後、検討する必要があると考えているところです辻本清美さん委員長、これ、公平・公正になされなければならないことです、その後宗教法人の解散命令の請求にまでつながる可能性があることで、国民はみんな注視して見てるんです、総理。審議会は いつものように議事録を公開してくださいいかがでしょうか、したほうがいいと思いますよ、ここまで来たら、密室でなんかね、決めたとか言われないためにも、私は他の宗教団体のためにも、この問題ね、切り離してきちんと対応するという、議事録公開、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。えー、宗教法人審議会の、えー、と手続き規則。 これは明らかにされていると思います基本的にはそれに従うべきであると思いますそして今御指摘の点については今の文科大臣の答弁を聞きますとその質問権云々の部分については、えー、と検討をする必要があるという答弁であったと聞きましたその検討 そのルールがそうであるならば、その検討し、できるだけ国民の信頼に応えるような対応を考えていくべきであると思います辻本清美さん文科大臣、今までの審議会は議事録公開、今回はなぜ検討しなきゃいけない、その理由を言ってください長岡文部科学大臣。 今、お話申し上げましたように申し訳ないです、同じような答えですが、宗教法人審議会の議事録については、行政処分および 審査請求に関する審議会を除き、原則として公開をすることとしております。ですから、今回の報告徴収・質問権に関する審議の取り扱いにつきましては、今後別途ですね、検討するという必要があろうかと思っております辻元清美さん。あの私はやはりあの、しっかりと公開していただいた方がいいと。 いうように思いますこのです、ね、78条、質問報告権ができたときの議論、ちょっと紹介していただけますか、文科省、あの政府委員で結構です文科す。文化庁、宗教法人法78条の2が創設された際、平成8年11月20日の参議院決算委員会におきまして、 改正宗教法人法の報告徴収・質問権に関連して、当時の小野基之文化庁次長より発言がございました、その発言の内容でございますが、問題法人の関係でございますが、この法改正におきまして、宗教団体が仮に解散命令等の自由に該当する場合があれば、報告徴収・質問権というものが新たに所轄庁に設けられたわけでございますけれども、私どもとしてはまずその前に、新聞やあるいはマスコミ等で違法行為では、 ないかといったような指摘がなされる法人等につきましては必要に応じまして事情を聞く等によりまして適切な対応してまいりたいというふうに考えているところでございますという答弁でございます以上でございます辻本清部さんあのこの質問権を行使する前に私どもとしてはとその前に新聞やマスコミ等で違法行為ではないかという指摘がなされた法人については必要に応じて事情を聞く等ですを、ねえー、やるという答弁なんですね 今まで、9回統一教会に対しては、事情聴取してるんじゃないですか、どんな調子がありましたか文化長合田次長。えっと、9回を調査をしたということでございますけれども。 失礼しましまた、えっと、9回、えっとえー、あの報告聴取をしたということでございますが、これはあの、えっと、平成25年2月5日に国が鳥取地方裁判所米子支部に提出した準備書面におきまして、統一教会のやり取りについて記載があるものでございます。えっと、具体的には平成10年1月23日の面談の状況でございまして、これらに、この際には、 えとおお面談の際において、えー、文化庁、えー、文化部宗務課は、えー、被告統一協会の使用者責任を認めた平成9年9月18日最高裁判決にも触れつつ、被告統一協会から多数の訴訟等に対する対応条件について聴取した。 そして文化庁文化部宗務課は、個別の訴訟等について、被告統一教会を主導する立場にはないが、宗教法人制度を所管する立場から、被告統一教会に対して口頭で同判決を踏まえた宗教法人としての適切な管理、運営、すなわち、宗教法人のもとに設立されている宗教法人としてその責任を果たすとともに、その公共性にふさわしい管理運営を確保するよう求めたというものでございます。それから平成15年9月29月日 平成15年11月20日および平成16年3月30日の面談もございまして、同様に適切な管理運営を求めてございます。また平成19年12月14日、平成20年5月30日、平成20年7月3日、平成21年3月3日および平成21年4月3日の面接におきましても。 これらのおお判決の状況等を踏まえて、適切な管理運営を求めたにもかかわらず、大量の通知書、これは全国弁連の方からお送りいただいたものでございますが、それが送付されるようになった事態を重く見て、引き続き消費者責任を踏まえた宗教法人としての適切な管理運営および信者への指導を求めるとともに、訴訟および通知書の個別案件に対する誠実な対応を求めたとこういういい経緯でございます辻本清美さん。 今日まで,です、ね、総理、あの文化庁は9回です、ね、統一教会は問題だということを認識して、何回も何回も呼び出してるんですよ。この事実、存じでしたか岸田内閣総理大臣。 はいまあ、9回という回数については認識しておりませんでしたが、そういった取り組みを文化庁として行っているということについては承知をしておりました辻本清美さん。最後の,あの呼び出しのときなんかはです、ね、信者の不況方法の違法性や、被告統一教会の使用者責任が認められる事例もあることを指摘して、使用者責任を踏まえ、 ちゃゃんんとややらなきゃダメだ何回もやってるんですよしかし、どんどん悪くなってるんです、報告書を見ると。自浄能力が全くないです。総理がおっしゃった2例の判例もありますけれども、あれはもう、統一教会がもろですね、その信者を介してじゃなくって、断罪されてるわけです。そしてこういう教会もあるわけですね。もう、相当調査済みじゃないですか。 解散命令請求に行く十分な材料の一つになるんじゃないですか岸田内閣総理大臣。当然、そういった積み上げも、そうした材料になると承知しておりますが、過去の解散命令との例をとの比較において、旧統一教会について、 今言った、この民法の不法組織的な民法の不法行為に関する判例2件、あるいは1700件に及ぶさまざまな相談ごとに加えて、具体的な事例を今一度積み上げることによって、手続きを進める必要があるということで、 報告聴取、質問権の行使、これを指示したところであります。ぜひ手続きを進めたいと思っています<上>辻元清美さんあの。文科省はですね、やっぱり統一教会は問題がある団体だと、そしてものすごい訴訟、弁護団からも報告を受ける文科大臣、文科省としては今までも、 統一教会は問題だと認識していたということでよろしいですね長岡文部科学大臣、はい。旧統一教会に関しましては、いろいろな被害報告出ておりましたので、それはやはりあの問題のある法人だなということは認識はしておりました辻本清美さん。 じゃあなぜ名称変更したんですか。文科大臣答えてください。長岡文部科学大臣。えこれはやはりあの宗教法人法の。 えまあ認証制度につきましては、これ、認証を変更すると、ごめんなさい、名称を変更するということにつきましては、やはりあの形式上の要件を備えているということが重要でございまして、その申請は所轄庁において受理された場合ですね、これはあのしっかりと変える、訂正されると。 新しいものになるというふうになっております。所管庁は、まあ、申請を受理した場合、本当にあのいつも本当に申し訳ないのですが、同法の第二十八条に基づきます審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは認証をするという旨の決定を行う必要がありますので、よろしくお願いいたします。辻本清美さん。先ほども申し上げましたようにね、文科省は。 聞き取りをして新教の布教方法の違法性や、被告統一教会の使用者責任が認められる事例もあるということも指摘して、何回も何回も改善しろと言ってきたんですよ。もう一回聞きます。なぜ名称変更したんですか長岡文部科学大臣。はい、えー 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は、所轄庁におきまして受理される必要があります。所轄庁は申請を受理した場合、同法の第28条に基づく審査を行い、要件を備えていると認めたときは、これは認証する旨の決定を行う必要がございますので、旧統一教会の名称の変更は可能になりました辻元清美さん。それではお聞きします どんないろんな問題が起こって、訴訟もいっぱいあると、問題視して文科省でヒアリングもやってる、でもこれからも、どんな団体であっても、来たらスルーで名称変更するということですね長岡文部科学大臣これはあの、えー、法律上ではそうなっております。 現行の法律上では、そういう規定になっております辻元清美さんあの。総理ね、これやっぱり不可解です。下村文科大臣になった安倍政権でしたえ。安倍総理はですね、安倍元総理はですね、第一次安倍政権のときもメッセージ送ったりいろいろもされてました。でね、これやっぱり汚点になりますよ。 調査、もう一回やってください、総理、どうですか岸田内閣総理大臣。名称変更については、先ほど来申し上げたように、認証制度、このルール、手続きに従って、物事は進めなければならない、これは先ほど来、文科大臣が答弁しているとおりであります。ここれはこうしたルールー 手続きしっかり守っていかなければならない事柄であると思いますそして問題のある団体にはこの宗教法人法での手続きなど様々な手続きが用意をされていますこうした法律を的確に当てはめることによってこの適切にこの組織についての対応を決めていくことが重要であると思っています 辻元清美さんそれでは総理にお聞きします、今も壮絶な被害が続いてるじゃないですか、名称変更を認めたことは、やっぱり問題があったと思われますか岸田内閣総理大臣。名称変更の影響については、しっかりと政府としても考え、そして把握しなければならないとは思いますが、 認証変名称変更そのものについては、認証制度の手続きを、手続きに基づいて行われたものであると認識をしております。そして、被害がどんどん拡大しているということについては、政府としてそれを重く受け止めて、被害者の救済と、そして被害の拡大防止、この2年から、 やるべきこと、相談再生のこの拡充やら法、律法律の改正やら、これは今、この瞬間からも、努力を続けていかなければならないと考えております辻本清美さん。政治の力が働いたんじゃないかと言われるゆえんは、こういうところにあるんですよ。文科省は十分、統一教会の問題点を把握してました。しかしかパッと 下村大臣の時に名称変更になったんですよですから私はけじめをつけないとこの問題の真の解決にならないと思うんです山際大臣にお聞きします